6月12日、瀬戸大橋記念公園を会場に、令和4年度親子体力づくりが開催されました。まず子どもたちは、自分が通っている園の先生から参加証をもらい、用意された6つのコーナーの中から、それぞれの好きなものに挑戦していきました。今回は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開会式などは行わず、9時半からと10時半からの2部に分けて行われました。この行事は坂出市保育所ブロック会が主催し、親子の触れ合いを深めながら遊びを通じて体力づくりを楽しもうと行われています。それぞれのコーナーは小さな子どもでも楽しめるよう設定されており、靴飛ばしやミニハードルなどたくさんの子どもたちが参加し、目いっぱい体を動かしました。記念公園の階段を登ろうでは、お家の人と一緒に長い階段を登り、一生懸命ゴールを目指しました。子どもたちは一つのコーナーをクリアすると参加証にシールを貼って、最後に完成した参加証を各園に持っていき、素敵なプレゼントをもらいました。各園でも行事が縮小している中で、こうやってみんなが一緒になるというのは子どもたちにとっても大変嬉しいことだと思います。はい、5歳ですか。エマは3歳です。3歳。じゃあどう、ここ来てみて。こういう機会があって、こういうのがあってくれた方が親としては助かります。あ、楽しいです。はい。はいは。っていうか初めて参加したんで、結構楽しいです。うん、一緒にできるんで、はい、なかなかなできんかったもんな、こんなことが。はい。どう？こういう。面白い。またやりたい。楽しかった。めっちゃ楽しかった。全部全部外でたくさん遊べるのでとても良かったです。こんなこともできるんかと思ってびっくりしました。ですね、普段子ども園とかで見れないんで、楽しんでる姿見るとこちらも楽しいです。ぜひ参加したいですね。みんなで元気に体操タイムでは、先生たちと一緒にハトポッポ体操とレッツマロフレンズを踊って体を動かしました。坂出市保育所ブロック会によりますと、この日は市内13の園から親子およそ1000人が参加し、笑顔あふれる触れ合いいっぱいの楽しい時間を過ごしたということです。